いやー、びっくりした。今の一撃か。すごいいいとこ入ったね。よかった。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。藤田美志郎でございます。というわけで本日も龍が如く極み第12章再開やっていきましょう。こちらの動画は以前投稿していた龍が如く極みを改めて再収録している動画となっております。というわけで、あの船におやすさんがというところですね。早速やっていきましょう。すいません、前回ちょっとあのノイズがマイクにねノイズが乗ってしまいまして、結構カットしなくてはならなくなり、だいぶ短い動画になってしまったんですが、確かここら辺の人たち話を聞こうとしてそのノイズが乗っちゃってカットしたんだよね。だからちょっと話してみましょうか。でノイズとはまた別に、今日なんかめちゃめちゃ喉の調子が悪くてちょっと聞き取りづらかったらごめんなさい。寺田の部下、今のところ計画通りのようだな。計画通り？今のあんたにはまだ信じられないと思うが、これだけは覚えておいた方がいい。寺田の親父は借りた恩は必ず返す義理を重んじる人なんだよ。うん、よし。そしたら桐生一馬だな。俺たちは寺田直属の人間だ。この件に関しては近江連合本部にも知られていない。知ってるのはここにいる人間だけだ。なぜ近江連合が？風間のおやすさんはどこだ？奥の船内で待っている。詳しい話はそこで聞けど。うん、おしゃれなスーツですね。よし。渋い声。しかし寺田の親父も計算高いよ。うまく東条会の幹部を騙したもんだ。うん、オッケー。でもう一人かな。超なんて言ったの今。超超って言ったの分かんないけど。キリュウ、よく来たな。ここに来ればもう安心だ。お前ら何を企んでるんだ。ああふ、それは寺田の親父から聞いてくれ。うん、そうね。だが用心はしておいた方がいい。いつここがバレちまうかもしれねえからよと、まるでフラグかのようなこと言いますね。それはここがバレるということですかみたいな、フラグみたいなことを言っております。そしたらじゃあ行きましょうか。アイテムは確かいっぱいまで買ってると思うので、じゃあ行きましょう。お、あの人。うん、多分バッティングセンターで助けてくれた人。はい、真島さんの時だね。ペンダントのことを教えてくれた。うん、寺田さん、お久しぶりの感じですね。オッケー、じゃあ行きましょう。この辺って何もないんだっけ。何もなさそうかな。オッケー、じゃあ行きましょう。うわ、綺麗だね。あ、すごい綺麗こんなに真剣に見たことなかったかもしれない。めちゃめちゃ綺麗。あ、ごめんねごめんね、痛いよって言われちゃった。ごめん。あ、なんか画面が重いかな、ごめんなさい。よし、そしたらじゃあ入りましょう。五代目近江連合、寺田と申します。こんにちは。近江連合がなぜ風間のおやすさんを。うん、桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。うん、風間さんがお待ちです。こちらへ。はい、信じていいのでしょうか。よく来たな、うん、カズマ。カズマさん、ご無事で。すまなかった、苦労をかけたな。いえいえ。あの寺田って男はもともと俺と同じ元ヒットマンだ。うん、そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで東条会に探りを入れてもらってた。はい、特に錦山をな。錦なあ、カズマ、これからこの10年間に隠された全てを話す。うん、いいな。はい。その子の母親の水木は由美の妹じゃない。はい、由美は水木なんだ。うん、お前たちが水木だと思って探してた女は由美だったんだ。そうですね。どういうことです。水木は5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。うん、
じゃあ、はるかの母親っていうのは？ユミだ。はい。その子は正真正銘、ユミの子なんだ。ユミお姉ちゃんが、うん、私のお母さん。会ってましたね。おさん、ユミの相手、いや、はるかの父親は？神宮恭平だ。うん。神宮？あの、MIA の。9年前の写真だ。はい。ユミが抱きかかえているのはハルカ。うん。横に写っているのが神宮だ。ユミちゃんかわいい。ユミが事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな。うん。はい。事件の翌日、ユミは何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。うん。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。なるほど。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐにユミを手元に引き取ったんだ。うん。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。うん？雨。雷。あ、そうね。いや、どうした？怖いね。わからない、わからないけど、うん。まあでも今の反応でね。俺はその時分かったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そうだね。そして錦山には由美の存在を知らせず、彼女の世話をすることにしたんだ。うん。でも由美はなんで神宮なんかと。神宮は世良と深いつながりがあって、よく登場会に出入りしていた。はい。うん。その時偶然由美に出会ったんだ。神宮と会長が？政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。そうみたいですね。神宮は由美に出会い恋をした。うん。そして記憶を失っていた由美は心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。うん。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら、極道社会とは縁が切れるかもしれない。まあそうだよね。運命を変えられる転機なのかもしれない。うん。そう考えると由美の幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そして由美は神宮の子を産んだ。うん。それが遥かだ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかった由美は自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。うん。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。うん。自分の中では正当化しながら、その後由美と遥は俺がまた面倒を見ていた。はい。そしてある日、世良に神宮から緊急の電話が入ったんだ。世良、手貸してくれ。まずいことになった。世良さん、いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は？いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ。死体を一つ始末してほしい。おっと。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。事故？死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、由美と遥の件で揺すろうとしてきたらしい。はい。世良は記者の家からメモや写真を奪い、全て灰にした。うん。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。ね、もう二度とこんなことがないようにするためにあと二人始末してほしいんだ。おっと。もしかして？そうだね。セラ、
これは俺たちの理想のためなんだ。頼む、神宮。うん、嫌な予感ですね。怖い、ホラー映画みたい。あ、いや、いや、よかった。何やってるか分かってんですか、三代目。三代目風間さん、これは神宮との約束なんです。そんなとこにいたの。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。うん、そんなもんがあるわけねえだろ。かっこいい。ああ、思い出すね。そうだね。不幸か不幸か、弓はその時全ての記憶を取り戻したんだよ。うん、ユミとハルカ、ジング、なんて野郎だ。俺はセラを説得し、ユミとハルカを神宮の目から欺く工作をした。うん。そのための水木やアレス。風間さん大変だね。俺とセラはハルカをひまわりに入れ、ユミを水木へと変身させた。うん。人弁し、偽造屋を雇いユミの顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。うん。でも親さん、なんでユミは登場会の100億を盗んだんですか。あれは登場会の金じゃない。うん。神宮の100億だったんだ。はい。風間さん、島の組の連中が。出た。ここはヤバいです。うわすごい揺れ。島の目、無茶しやがる。あ、このセリフ好き。無茶しやがる。風間さん大変だよね。はい。というわけで、まあそういうことですね。まあもちろん私は知っていることなのですが、まあもう一度見るとやっぱりいいですね。なんかそっかそっかって思いました。まあ忘れてるところもあるのでね。お、島の組の連中か、ここでやられるわけにはいかない。はい、あの島の目むちゃ仕上がるってめっちゃ好き。 OK、 ちょっとセーブさせてください。9年前のユミちゃんと神宮の写真がさっき出てきましたけど、どちらかというとはるかちゃんは、私は個人的にはゆみちゃんよりもね、お父さんの方に似てるのかなと前から思ってました。うん、まあなんか女の子はお父さんに似やすいっていうのはね、よく聞く話ですけど、まあそういう風にして顔を作ってるのかわからないですがね、なんかゆみちゃんとはるかちゃんはあんまり似てないよねって個人的には思います。はい、どうでもいい話でした。 OK、 というわけでこれ話せるんだっけ。話せるか。島の目、無茶しやがる。え、同じセリフだった。これエンドレスに聞けるじゃん。島の目、無茶しやがる。やだ、この風間さんのセリフエンドレスに聞けるじゃん。寺田さんは、桐生さん、岩盤から来る奴らを止めてくれ。はい。風間さんと遥ちゃんは俺が責任を持って逃がす。ありがとう。もう止めてくれって言われちゃった。おじさん怖いよ。かわいそう。怖いよね。 OK、 じゃあ行きましょうか。さ、どうやらなんか来ちゃったみたいですね。お、燃えている。燃えるのは心だけにして。うわー、いや、わかんない。心も燃えてるのかな、これ。燃えてるかも。この乱闘は燃えてるかもしれない。何投げとんじゃ。そんなに投げたらもうそれどころじゃ済まないでしょ。それどころじゃ済まないよ、この船は。誰もキルさんに気づいてないし。お、気づいた。遅いってかっこいい。うぅ、かっこいい。いや、懐かしいね。お、腕回してますね。首も同じことしてる。相手も同じことしてた。うわ、いっぱいだ。はい、というわけで島、あれ、ちょっとなんか引っかかってる、引っかかってる。ちょ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 、引っかかっちゃった、引っかかっちゃった。さ、島の組組員がいっぱい来ましたね。なんかチェーンソーじゃなくて、なんだっけ、そのなんかすごいの、ピザ切るみたいなやつ持ってる人いますね。うわー、すごい数だ。オッケー、ちょっと、あ、何撃たれたのかな。
すごい数だね。 OK、 じゃあとりあえず減らしましょうか。 OK、 いやめっちゃきつかったわ。ちょっと強かったね。やっぱハードだからこれだけ大量にいると強かった。めっちゃ時間かかっちゃった。怖い怖い怖い。出たよ島野さん。そう、壊れる壊れる。もうとうに壊れてるから、そんなに投げたら。あー、キリュウさん走る。キリュウさん、そんなにシルラン投げてもさ、かっこいい。むしろ耐えてるこの船すごいと思うんだけど。そんなに投げたらもうとうに壊れてるでしょ。お、いや、そんなびしょびしょのスーツでよく上がれましたね。もう乾いちゃってるしね。すごい。お、はるかちゃん大丈夫？おじさん、あ、よかった。はあ、少しヒヤッとしたかな。少しで済んだの？眩しい。おっと、まだいるか。うお、出た。やっと会えたな。二度目ですね。それと風間。風間。こそこそしやがって。しまん。寺田はん、あんた、うん、錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな。そんな裏の裏まで全部お見通しや。あら。ずっと見張らしてもろってましたわ。うん。お前らといい、錦山といい、ほんま、脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。やだやだ。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。おっと。ああ。そうですね。来ましたね、何やら。おやじ。柏木さん。かっこいい。もうすぐクリスマスですしね、うん、屈強なプレゼントをお持ちしました。すごすぎる。すごいプレゼント。ずいぶん苦労したみてえだな、うん、柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。そうですね。よっしゃ、血の汗ふらしたろ。おお、言うねえ。さ、島野さん2回目ですね。いやでも島野さん好きだからさね。島野さん結構やり手というか、まあいい方向じゃないけど、でもいいよね、キャラクターとしては。よし、じゃあちょっと島野さん以外をとりあえず減らしましょうかね。これはあれだよね、その一緒に戦ってくれ、うわーちょっと待って、一緒に戦ってくれてるんだよね、あの今柏木さんが連れてきた屈強なプレゼントたちね。 OK、 じゃあちょっと数減らします。 OK、 1対1になりました。とりあえず極み、あー、いやさすがに強いかな。あ、極み出したかったんだけどな。極み出てたもんね。うわ、ちょっと待ってよ、さすがに強いか。あ、 OK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 、 ナイス。あ、 OK、 いける、いいね。うう、かっこいい。さすがに強いかもしれんから。いやでもね、このハードの時ね、この大量の雑魚の方が強いかもしれん。お、それになるのか。じゃあ回復、もう結構使っちゃったよ。回復足りないか、ちょっと足りなかった。 OK、 じゃあラッシュで決めて、ドドドドドドッと。こんなに大きな島野さんの体も浮いちゃうほどのパンチ、すごいよね、キリュウさんの。でまた堂島の竜にして、 OK、 もう一回これ出しとこう。いいね。おいおいおい、ビンタビンタ。かっこいい。あれ、さっきこれじゃなかったっけ。さっきもこれだったよね。うんと、取ろうとしていけないか。あ、いけた。おい、え、嘘でしょ。え、一撃、ちょっと待って。びっくりした、今の一撃で倒したの。衝撃的なんだけど。これまでだ、シマ。早かった。ボロボロだ。いやびっくりした、今の一撃か。すごいいいとこ入ったね。よかった。
シマロナイスだけど、そうなんだよね。カズマさん、カズマ、おやすそうなんだよね。無事だぜ。風間のおじさん、おやす、百億の話を。寺田さん、救急車。わかってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。百億は神宮の金だ。風間さん、やつは登場会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして由美はその計画に志願したんだ。由美か。アレスに急げ。カズマ、由美が危ねえ。アレス、アレスに由美か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。そうだね、シンジが言ってたね。シンジがっていうか、シンジではないけど。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。はい、そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは後目狙って動き出すでしょう。だが俺は東条会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。かっこいい。おお。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。うん、これが噂のやつですね。東条会の未来がそこにある。うん、はい。カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。そうなんだよね。ひまわりは俺が親を殺した。子供のための施設。いいんだおやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の親父でした。あー、ここも何度見ても泣けるシーンだね。はい、ついに第13章来ちゃいました。戦いの果て、いやあっという間だったね。はい、アレスへ向かえですね。電話に電話。モスモス。伊達さん。お、伊達さん、芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。うん。ああ、お前これからどうするんだ。そうだね、アレスに向かう。ユミがいるかもしれないんだ。何？そっか、まあ今あまり時間がない。話は後で聞こう。はい、それよりもだ、先にスターダストに行ってくれ。お、スターダスト。なんだと？どういうことだ？まあ、いろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ってな。うん、カズキやユウヤに頼んで集めておいてもらったんだ。あら、気が利くわ。必要なものがあったら先にそこで揃えておいた方がいい。はい、わかった。感謝する、伊達さん。ああ、じゃあまた。いや、伊達さん仲間だね。おお、こんな時にすごいよね。こんな時に桐生ちゃんで、なんかこう、まあでもちょっとすごい悲しくてね、少ししんみりしていたような空気が今の桐生ちゃんで一気にパッと明るくなるような感じはありますけどね。
はい、OK ということで、じゃあショーが終わったので、じゃあ今日ここで終わりかな。うん、今日はちょっと早かったかな。というわけで、じゃあ次回が最後のショーですね。いや、今お姉さんがキリュウさんを見てた。かっこいい人だわって見てたのかなね。次回が最後のショーなんですけど、いや早かったですね。うん、あっという間でした。いや、さっきの風間さんのシーンは何度見ても悲しいですね。うん、いやでも、あの最後の最後にあれを言うっていうね、キリュウさんもすごく、もうどうしたらいいかって感じでしょうね。キリュウさんの心を考えるとすごく辛いですけど、うん、いや本当に、でもね、キルさんにとっては風間さんがやっぱりお父さんだったんですよね。はい、いや悲しい。うん、いやでもそれにしても本当に早かった。はい、なので、次が最後のショーなのでね、頑張ってやっていきましょう。というわけで、じゃあスターダスト行くところから次回やっていきたいと思います。あ、そうだ、島野さんね、2度目の島野さん一瞬で倒しちゃってびっくりしましたね。最後結構まだ体力あったと思うんだよね。もうちょっとあとね、もうちょっと戦わないと勝てないかなと思ったら、あの虎落としがっつり入って、倒しちゃってびっくりしましたね。うん、その前の雑魚の方が難しかったですね。はい、そんな感じかな。 OK、 はい、じゃあまた次回頑張ってやっていきましょう。じゃあこの辺で終わりにします。じゃあ最後にね、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。大変励みになっております。もしよかったらぜひ今日もポチッとグッドボタン、それから動画の感想をね、コメントに書いていってくださると嬉しいです。あと TwitterX やっております。ぜひお気軽にフォローしてください。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。